皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2023年2月の28日火曜日でございます。気温は17度？17度って本当ですか？いやちょっとびっくりしましたよ。いや、ちょっとどころじゃなく、そんなにも気温急に上がります？いや、上がる上がるとは聞いてましたが、まさかの17度ですことにはちょっと驚きましたよ。ここまで来ますと、まあでも初夏は言い過ぎですよね。初夏は。そんな感じですが、でも、とってもとっても上がっていることに驚きを隠せませんのでした。いやー、でもそうですね。考えてみましたら、もう今日で2月が終わっちゃいますよ。はあ、早いなー。明日からもう3月か。どうしよう、本当に。頑張る頑張るって言っていたのに、何の成果も出せずに。何の成果も出せずですよー。ですので、ちょっと頑張らなきゃいけませんよね。そしてそうですね、この時期と言いましたら、なんか進学やら就職やらされる方、新たに環境を変えられる方はとっても忙しいんじゃございません？そうですよね、引っ越しとかもあるかもしれませんしね。そう考えますと、そうですね、新生活応援アニメーションといたしましょうか。新生活を、皆様の新生活を応援してますよ。ということでして、そういうのをもう強引にこじつけていきたいと思います。はい、新生活応援アニメーションと、もうあれですよ、恥も外聞もなくいきますよ。もう泥を這いつくばってすすってで進んでいきますよ。そういう、もう本当にもう泥まみれなこのアニメーションを今後ともよろしくお願い申し上げます。若干甘噛みしてすみませんね。じゃあ行きましょうか。僕の昨日のお夕飯に。僕の昨日のお夕飯はきつねうどんへの賞味期限卵のっけでございます。はい、今のタイトル通り、賞味期限の切れた卵を急遽使わなきゃと焦って、きつねうどんに、はい、もうボコボコボコってのっけた次第でございます。まあまあ、3日ぐらい過ぎてますかね。それぐらいなら大丈夫ですよね。大丈夫ですよねっていうことをもう聞いたのはもう後の祭りですよ。だって昨日食べちゃったわけですもの。昨日食べちゃったというわけでして、今もこうして元気でいるということは大丈夫だったという証でございます。でも皆様は賞味期限切れ気をつけてくださいね。はい、危ないですからね。やっぱりちゃんと賞味期限内で食べることをお勧めいたします。ついついなんだかいろんな豪勢なものを食べていたら、気づいたら卵の期限が切れちゃってたんですよね。そういうことってありますよね。使い忘れちゃっていたっていうことが、とのことでして、とにかく美味しく食べることはできました。熱々のきつねうどんでも、生卵を使うことによって熱々さが緩和され、ちょうど良い感じで食べることができるんです。ですから猫舌の方におすすめな食べ方ではございますよ。はい、とのことでして、じゃあお便りコーナーに行きましょうか。はい、行きますね。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。
さんぴやさん、なんだか声が出なくてすみませんですから、ちょっとすみません、なんだかとっても声が出ないんです。はい、ちょっとそうですね、イガイガはしてないのですけれども、若干やっぱり風邪っぽいんですかね。急に気温が上がったことによって逆に風邪をひいてしまったっていうこともあるのでございましょうか。なんか声が出にくいのと鼻の奥に詰まりを感じること、これらがミックスしてとっても喋りにくい状況になっておりますとのことでして、お聞き苦しい点申し訳がございません。ですから本日もちゃちゃっといきますか。ちゃちゃっと、はい、では行かせていただきますよ。お一言拝見しますね。じゃん、これはまた何でしょうね、とにかく熱い、こうなんていうか熱気を感じますね。熱気を感じる、そうしたそんなお一言でございます。はい、とっても熱い何かがもうそのドーンとなってますよ。表現力がもうなくて本当に申し訳ございません。ドーンっていうのが分かりませんよね。とにかく皆様に簡単にご説明しますと、そうですね、これ結構難しいぞ。そうですね、まずはですよ、あの豚肉さん、これを多分あのミンチ状にして固めたもの、それをスライスしているんじゃないでしょうか。多分そうですよね、多分そういうものだと思います。はい、よくサンドイッチとかに挟まれている、それですそれです。もう言いたいな、もう思わず言っちゃいたいですよ。そのあのスライスしてとっても薄くしたもの、これを衣をつけてカラッと、はい、カラッと揚げているような、そういうようなものでございます。そうなりますとちょっと B 級グルメっぽいものがあるじゃありませんか。あの名前も有名な、ちょっと B 級グルメっぽいなっていう、どうですかどうですか、今のこのご説明でなんとか伝わることできました。そうだといいなと思いますよ。とにかくそのスライスした薄いお肉をカラッと揚げて、それをもうその調理方法にもう命を込めたっていうような感じでございます。はい、もう全力を全身全霊でそれを愛するみたいなことでございます。それをもうちょっとこう燃えるなんとかみたいに、なんかこう言い換えてくださいませ。はい、そうですそうです、もう言いたいな、もう危なく言っちゃいそうになっちゃいますよ本当に。そうなんですそうなんです、それですそれです。これ難しいな、でもご説明するの、とにかくまあもしかしたらそのなんて言うんですか、死後それになるような、それになるような、そんなようなことにもなるような感じの一言でございますよ。いや、その語尾がですね、語尾がです、語尾がとのこということで、とのいうことで、もうだん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 、もういろんなことが混乱してまいりました。じゃあじゃあですよ、そんな混乱した中で皆様にこれが伝わるかどうかは分かりませんが、もう行かせていただいてもよろしいです。ああ、でもそうですね、これを受けての僕の感想を言ってませんでした。僕はこれを拝見して、そうだな、やっぱりすごい熱量を感じますね。はい、
とっても一生懸命な感じが伝わってきます。そしてそういう風になるにはぴったりな食材だとも思いますよ。はい、なんていうんですか、その B 級グルメっぽさが、そのそれをこう世に広めるためにもう全身全霊をかけるにはとってもとっても素敵なことじゃないかなって思いました。とのことでして、いかがでございましょうか。すみませんね、本当に喋りにくいプラスカミカミで、本日こういうこともあります。明日はもうちょっと大丈夫であることを祈りつつ、本日はこれまでとさせていただきまして、サンピアさんのお一言に行きましょうかね。じゃあ行かせていただきますよ。サンピアさんよりのお一言、もうカミカミです。それでは行きます。サンピアさんよりの一言どうぞ。ハムカツ魂。